酸化放素は化学式が B2O3 と表される放素の酸化物である。白色のガラス質の個体である。不定形のガラス体として見つかることが多い。結晶化する際には広範囲に焼きなましをする必要があり、結晶化が最も難しい物質の一つである。ガラス質の酸化放素は交互に放素原子と酸素原子が結合した六因管からなると考えられている。 大部分は、リボンやシート状に重合する。結晶構造は、棒酸を単位分子として構成され、水晶の三分の一ほどの硬さである。エッカート、H プログ、NMR スペクトロスック、24、159から293、クアンテキティティブスタディオブザショートレンジ、オーダーイン B、O、&B、S and、バイマス &2、ディメンショナルトリプル、 クオンタムマス11バイト NMR。S.J. ファン、C. フィマンデス、J.P. アモル、J. 超、S.W. マーチン &M. プラスキー、ソリッドステートニュークリアマグネティックレゾナンス809から121、ストラクチャルトランスフォーメーションズインリクイット、クリスタルライングラッシー B2O3、アンダーハイプレッシャー。インスティチュート4、ハイプレッシャーフィジクス RS& ジャパンアトミック。 エネルギーリサーチインスティチュートありがとうございます。